創業は私の祖父です。鳥取っていうのはもう家具木工関係の県だったんですよ。至る所に家具木工の会社がありまして、木工用の接着剤とかを販売してたんですよね。まあ私が父から受け継いだ時は当たり前のようにこう継ぎなさいとあったんですけども、私の子供には息子がいないもんですから、どういうふうなことを考えとかなきゃいかんのかなというのを銀行さんとお話をさせていただいてたんです。28年の6月にですね、米沢社長さんが初めてお目になられました。後継者がいないという社長さんの気づきはもう5年も前から自覚しておられるということで、どこに誰にどういうふうに相談したらいいかわからなかった。決算書3期分をですね見たところで、非常にも堅実な決算が続いておると。ここではじゃあ米沢社長さんの会社をあるいは事業を第三者に譲渡する M&A ということをこちらはご提案申し上げました。弊社は人をさらにこう生かすために、お掃除からビルメンテナンスから幅が広がって地域のお役立ちというフレーズで多様化しているのが今の弊社の姿なんですね。今回米沢さんの案件がセンターさんから来た時に、米沢さんってビルメン会社に多くの資材を売ってたんですね。もう一個は米沢社長のその持ってる社員作り、組織作りの考え方が非常に僕に近かったっていう、まあここから一気にスタートを始めました。米沢さんの方からしますと、サンビルさんのような地域の大きな会社が、私ども本当の従業員6名のちっちゃな会社なのに、本当ですか田中さんと、冗談じゃないでしょうねという、まず第一声だったですね。お互いに強みを生かして地域が活性化するために勇気を持って融合することも大事なんだろうと僕は思いますね。で、弊社とどこかが一緒になって共に成長していけるような、そんな会社組織を作っていきたいと。自分たちはいい会社なのか、マッチングしていいのかどうかすらもなかなか判断ができないんですよね。やっぱりそれはプロである方々に言っていただくっていうのは非常に安心感がありますので、結婚で言えば仲人さんがいい結婚になるんじゃないですかっていうイメージを持ってお勧めいただいたというのが大きな要因だったかもしれませんね。鳥取県の場合は銀行、それから商工団体等々20機関がですね、タッグを組んでネットワークを全国に先駆けて立ち上げしております。相談件数、これから制約件数も徐々に今増えていきようところです。一つ言えることとしては、企業を残すっていうことができると社員も残るし、まあ、そういう点では鳥取のためになるんだろうなという思いはありますね。私としては一世一代の営業だったなと思ってますので、これから私が身を引いた後にも米沢自体はちゃんと力強く残っていくだろうというふうには思います。それを見るのがこれからの夢ですかね、私の。